ニューカッスル・アポンタインはイングランド北東部、タイン川川口近くに位置する工業都市でタインウィア州に属する。しばしばニューカッスルと略される。またニューキャッスルと表記されることもある。市の人口は約30万人。周辺都市のゲーツヘッドやサンダーランドを含めた100万人都市圏の中心でもある北部イングランド最大の都市。 カッスルキープ122年頃ローマ人たちがこの地に到達する。ローマ皇帝、ハドリアノスの命により、西部のカーライルまで、ブリテン島を横断する城壁が作られる。ニューカッスルはこの城壁の東端に位置する城塞であり、軍事上の重要な拠点であった。また、交通、通称の拠点でもあり、ニューカッスルは商業、貿易の町として発展する。四百年頃には、 ローマ帝国の崩壊に伴い、この地からローマ人は姿を消す。ノルマン人のイングランド征服後、この地は再び軍事上の拠点となる。1080年にはイングランド王ウィリアム1世の命によりこの地に木造の城が作られた。ヘンリー2世の第2は石造りの城が作られた。13世紀から14世紀にかけて街を囲む城壁が建設された。 中世には毛織物産業や石炭貿易で栄えた。1579年のペストの大流行では当時人口1万人ほどであったニューカッスルで約2000人が死亡した。産業革命時にはニューカッスル出身のジョージ・スティーブンソンが蒸気機関車を実用化した。1847年にはイギリスを代表する重工業。 メーカーアームストロング社の工場が建設された。造船業も盛んで19世紀末頃には、世界最大の造船所であり最盛期には、世界の1、4の船舶がこの地で作られた。1854年に、ニューカッスル・ゲイツヘッド大火災と呼ばれる火災が起こった。タイン川の対岸ゲイツヘッドの毛織物工場で起きた、火災がニューカッスルにも飛び火し、大きな被害を出した。 第二次世界大戦後は造船業が衰退し、1970年代には炭鉱も閉山となった。入ッするは、中心街の空洞化や失業者の増大、治安の悪化、人口減少など様々な問題を抱えながらも、産業構造の転換を模索し、商業、サービス業、観光業に重点を置いた政策を実施した。1980年代には入滑するは、 それなりに活気を取り戻した。しかし、重工業の工場労働者をサービス業などへ転換することが難しく、失業問題の完全な解決には至らなかった。1990年代に入ってからは、外国企業も含めた企業誘致なども行っている。産業革命以来、町を支え続けてきた従来の鉄鋼造船業は衰退し、変わって金融。 サービス業に移行しつつある。北イングランドの中枢都市として、メディア産業や食品工業、IT 産業が伸びているほか、周辺の自治体も含めた、タイアンドーや州内では、日産や小松など、日本企業の進出も進んでいる。さらに1997年から、クレンジャータウン再生計画を実施し、中心部の活性化や、 積極的な海外への情報発信による観光振興も図られている。また市内には大型病院が3カ所あり、医療機器関係の産業も発達しており、NHS の調査では国内でも最も死亡率が低く、医者への満足度も7番目に高い医療環境の整った町と評価された。入札する大学とノーザンブリア大学がある。セントニコラス大聖堂市内には、 ジョージ三世時代、ビクトリア朝時代からの歴史的建造物も,も数多く残されている。市の中心部を通るグレーストリートの起点となる高さ40メートルもあるモニュメントはノーザンバーランド州の貴族で首相を務めた第二代グレー伯爵チャールズグレーを記念するもので1838年に建設された。モニュメントの近隣には1837年に完成した。 シアターロイヤルがある。市の名前の由来となった城、カッスルキープは1678年に現在のような石造りの城となった。鉄鋼産業、石炭産業の売園のため城は黒ずんでいる。城には隣接してセントニコラス大聖堂がある。大聖堂と城の間にある門はブラックゲートと呼ばれ、現在は博物館になっている。 町の中心部からやや北へ歩くと入荷する大学の敷地が町と一体化した形で広がる。大学構内には博物館が2つあり、特別展を除きいずれも入場は無料。大きな緑色がタインブリッジ、その下に見える小さな赤い橋がスイングブリッジ市内を流れるタイン川に架か,かる7つの橋も観光名所。 特に1928年に完成した緑色のタインブリッジは当時世界最長のアーチ型橋で死のシンボルでもある。ロバート・スティーブンソンにより設計されたハイレベルブリッジは現存するタイン川の橋の中では最も古く1850年に完成したもので開通式はビクトリア女王によって行われた。赤く愛らしい。 スイングブリッジや歩行者専用のミレニアムブリッジもよく紹介される。タイン川沿いのキーサイドはかつて貿易、商業の中心地であった。1990年代から再開発が進み、歩いて渡れる対岸のゲーツヘッドの再開発も同時に行われ、近代美術館やホテルレストランが立ち並んでいる。最近はパーティータウンとしてヨーロッパから若者が集まり、 週末の夜は賑わっている。ニューカッスル駅1881年に創設されたサッカークラブのニューカッスルユナイテッドは FA プレミアリーグの前身であるフットボールリーグ優勝4回、FA カップ優勝6回、UEFA カップ優勝1回を有するクラブである。FA プレミアリーグに移行後の最高位は2位。本拠地のセントジェームズパークは街の中心部。 ニューカッスル大学に隣接した小高い丘の上にあり、街のどこからでも見ることができる。ラグビークラブのニューカッスルファルコンズは1877年に創設された歴史のあるクラブである。本拠地はキングストンパーク。1981年にブレンダン・フォスターによって創設された世界最大級のハーフマラソン大会グレートノースランが毎年9月に開催される。 以下の国々は入荷するに領事館を設置している。ありがとうございます。